ばんは、ヨペです。いつもご視聴いただきありがとうございます。ということでですね、いやー、MacBook Pro ね、ほんとね、サクサク動いていいですよ。いいですし、まあ、これのね、ほんとレビュー動画をね、上げようと思ってたんですけどもね、まあ、ちょっとあるアイテムをね、ずーっと待ってたんですよ。で、まあ、そのアイテムがようやく今日は届いたんですけれどもね、まあ、ここのとこ最近動画上げてるものは全部ね、MacBook Pro で動画編集してるんですけどもね、いやね、お世辞抜きにね、これもほんとね、控えめに言って最高ですね。はい。これがもうなんだろう、ボーカロイドとかもう全く何の問題もなく動くんであったら、ほんとメインマシンにしたいぐらいなんですけれども、まあでも、画面がね、やっぱどうしてもちっちゃいじゃないですか。14インチ。これ、たとえ16インチ選んだとしても、もうこのね、iMac の 5K、 これになれたらね、これちっちゃいんですよ、どう考えても。このですね、テレポートっていうアプリをね、今までこの今待ってた商品をねが届くまでこれ使ってたんですよ。で、これどんなものかっていうとですね、複数の Mac、 まあ2台の Mac で1台のキーボードとマウスを共有するってものなんですよね。はい。これが動画編集の時こっちの方がやりやすいわけですよね。トラックパッドでいちいちこっちでやるよりも。ただトラックパッドもね、 MacBook Air の時よりもね、滑らかな気がするんだけど、気のせいなのかな。これなんかね、ほんとなんか全然違うんですよね。だから別にこれで使ってもいいかなって思うぐらい、今回はなんかツルツル。いや、前も多分そんななんか、だって古いモデル、MacBook Air でも古くないからね、2020年モデルだからね、M1 ではないけども、材質は変わんないはずなんだよね。だもんで、まあ、これの、このテレポートのいいところは、このマウスをね、今ね、ちょっとアクティブにしてないんですけど、このマウスポインターをこっちにずらすと、こっちの方に、こう、マウスのポインターが、はい、こっちに行くわけですよ。これデュアルディスプレイっぽく、でもデュアルディスプレイではないんですよね、これ。この状態ではね。操作はっていうか、この Mac の頭脳はこっちの画面に映してないわけですから。あくまで別々のコンピューターとして使ってるんですけど、キーボードはね、そのマウスポインターがこっちに行ったら、このキーボードはこっち側に対応するんですよ。で、またマウスをこっちに持っていくと、こっちの iMac のキーボードとして使えるようになるっていうね。まあ私がね、本当はね、何がやりたかったかというとですね、要は単純明快です。この MacBook Pro の画像を、映像を、この iMac で映したいと。もう外部ディスプレイとして使いたいと。iMac として使いたい時もあるんだけど、MacBook Pro で、いろいろやろうかなと思った時に、この画面の大きさで我慢できないっていう時もあるわけですよね。で、DTM やってると、どうしてもここに、スピーカーとスピーカーのね、間に、この iMac が来ちゃってるんで、どうしてもここにデュアルディスプレイってことはできないですし、また、ここに iMac をどかして、まあ27インチとか32インチの 4K ディスプレイとかっていうのも、まあ、なんか味気ないな、この iMac のね、5K です、ね。まあ 5K には対応しないんだけど、4K まで対応するのかな。まあ、ただ、一つ付け加えておきますけど、この MacBook Pro の新しいあのディスプレイ、これ確かにこの品質はめちゃくちゃいい。だからこれはこれでいいんですけど、ただ画面の大きさがね、大きい方が編集はしやすいんで、まあそれでね、今日はね、これあるものでやっと届きました。これ1月24日に注文しまして、ニュージャージー州からはるばるやってきました。で、私ね、タイプミスしまして、住所のね、ところをね、ハイフンをね、間違って Q を押しちゃったんだね。よく見たら、それはね、ここがね、キューとハイフン、ここで間違えちゃったんだ、多分ね。そんなことでね、無事届くのかなって、一応、拙い英語で、
あのすいません、あの住所間違えちゃったんで、この住所が正しいですみたいなことを、まあ、英語で送ったんだけど、メールで、分かったよみたいな確か返答が来たんだけど、本当に分かってくれたかどうかは分からない。うん、それでずっと頼んで、待ってたものがこちらでございます。ルナディスプレイっていうやつですね。はい、ルナ結構ちっちゃいんだ。あのもうちょっと大きいもの想像してたんだけど、まあただのドングルなんで、実際のアプリっていうかソフトウェアはアップストアで多分ダウンロードするような形なんですよね。だからこれ自体には何もそのな、あの特にその機械的なものはそんな入ってないんですけど、まあ、これとルナディスプレイ、これをずっと待ってました。お値段がね 129.99 ドルということで、日本円でね1万5000円ちょっとかな。うん、まあ、1万5000円じゃちょっと買えないかもしれないけど、2、3万出せばまあフル HD ぐらいのねモニターは買えると思うし、4、5万出せば 4K ぐらいのモニター買えるのかな今ね。うん、だけどその置く場所ですよね。この机だって結構相当大きいんだよこれ。うん、大きいんだけど、やっぱりこれだけの機材をね置いとくともう手狭なんですよね。だからこの状況の中で最大限こう使えるもの探したらもうこれにたどり着きました。もう本当に使えるかどうかわかんないけど、いろいろ YouTube とか見て、まあなんとかこれでいけるんじゃないかなと。ただこれね Wi-Fi でつながるんだけど、 Wi-Fi でつながると、まあ、遅延とかそんなに気にならないらしいんだけど、画質が若干ちょっと落ちるらしいんだよ。うん、ちょっと使ったことないからわかんないし、綺麗な画像でこの検証してる YouTube 動画もなくて、ほとんどで一応サンダーボルトでつなぐといいという情報を得まして、私サンダーボルト、あのケーブルもね初めて買いました。今までねサンダーボルト2はね買ったことあるんだけど、サンダーボルト3ってなかなか出番がないんだからね、これね。まあ SSD、 これに対応した SSD もめっちゃ高いしね、なかなか手が出ないんですけどね。でケーブルはアップルの純正だと、まあ、80センチのもんで5000円近くするんですけど、このメーカーのもんですと3700円くらいかな。うん、であとアップルの純正だと白いケーブルになっちゃうんで、まあどっちかというとこのスペースグレーのこっち側にね、あのサンダーボルト差しますんで、まあそれだったら黒い方がまあいいのかなと思いまして、こちらにしました。じゃまずね、じゃあサンダーボルトの方から開けてみましょうか。サンダーボルト初ですよね、3はね。あのタイプ C でね PD パワーデリバリー対応のものはね買ったことあるんですけど、おおおっつったって別にただのケーブルだけどね。あーでもなんかサンダーボルトって感じしますね。サンダーボルト3ですよこれが。皆さんサンダーボルト3のあの周辺機器って持ってます？本当に私持ってないんですよね。やっぱ結局 USB-C 止まりで、まあそれもね、速度そんなに出ませんよね、やっぱ10ギガで。80センチ足りるかなと。ああ足りるな。うん、あ長すぎてもよろしくないし、短すぎてもよろしくないじゃないですか。だから適度な長さのものをね欲しいなと思ってたんですよね。長いとほらたるんだりしてね、あの配線の処理とかめんどくさいし。うわかっこいいなこれ。おいわかるかな、この画像で。暗いっすか。はい、めっちゃかっこいいっすね。あ、3稲妻のマークが来て3です。はい、これを MacBook Pro のこっちに挿して、こっちの iMac の方の裏のところに挿すようにして使いたいと思ってるんですけど、じゃあ早速ね一番大事なねルナディスプレイの方を開けていきたいと思います。いやーね、これね日本でもね普通に売ってるんだけど、楽天とか Amazon とかで安いからこれいいじゃんと思って1万2000円もしない値段のものがあったんだけど、落とし穴があって、これそのタイプってね USB タイプ C じゃないんですよ。ミニディスプレイポートとかのやつなので
で、そうするとなんかうまく繋がんないっぽいんだよね。うん。であとね、 HDMI 端子のドングルもあって3タイプぐらいあるのよ、ね、で iPad と繋げる、 iPad をサイドディスプレイにするっていうのはもうあのサイドカーっていうあの純正のねあの機能があるんで、それはもういらないじゃないですか、特に。で正直ね、この無印 iPad の大きさだったらね、この2画面にする必要はあんまりないですよね。じゃあちょっとね、こんなちっちゃい、なんか宝石箱みたいなね感じですけどね。いやー、待ってましたよ本当に。どっかの税関でずっと止まってたからね。う？なんで？何も。お、来た来た、これこれ、たったこれだけのものです。だからこれは特になんか何かをするってもんじゃないですよね。だからこれちょっと挿して、あとソフトウェアをインストールして、で実際には私は Wi-Fi で使わずに有線で繋ごうと思ってますので、まあ、これでね 4K でリフレッシュレートが 45Hz らしいんですよ。 60Hz は出ないらしい。でも30じゃなくてもまあ良かったなっていうの部分もありますけど、まあ 5K じゃなくて 4K で、ね、うん。でこれね、さっき言ったように日本で買うと多分こうやって取り寄せるよりも高いんだよ。2万くらいしちゃうんだよ。まあ、これだけ手間がかかって、もうずーっと待って、もう DHL のそのずーっと見てましたよ、そのトラッキングを。はい、なかなかつかない。もうニューヨークで泊まってるとか、まあまあそうしょうがないんだけどね。うん、こういう実行時世だしね。 Mac 用だと USB-C が一番いいらしいんですよ。うん、だいたい一番その辺は情報はね取ってたんでね。だこれなくしやすそうだな、おい、これなくしちゃったらショックだ。これこんな、これ1万5000ね、これね。うん、しますんで、じゃあね、これでね、ちょっとソフトウェアもダウンロードしつつちょっと試してみたいなと思います。はい、それではですね、ルナーディスプレイの公式サイトから実際にドングル以外に必要なものですね、これはアプリになります。で、プライマリーデバイスとセカンダリーデバイス、二つですね、当然必要になります。我が家の方の使い方で、このドングルが出て、刺さる方は MacBook Pro 14インチ。当然こちらのね、CPU パワーと、あと GPU パワーを使って、パワフルに動画編集をしたい。あと音楽制作をしたい。ということで、まあ、大きい画面でやりたいということで、これを買ったわけなんですけど、まずプライマリーデバイスの方は MacBook Pro に入れると。セカンダリーデバイスの方は iMac 2017、27インチ 5K の方でね、やりたいなと思ってるんで、そちらのセカンダリーデバイスのアプリケーションは iMac の方に入れます。で、もう非常に簡単な英語なんですけれども、Chrome の場合だと日本語に訳す機能もありますし、Safari もあんのかな、そういうのは。ちょっと、自分ちょっとあまりサファリ使ってなくて、クロームばっか使ってるんで、ちょっとよくわからないんですけど、まあ日本語に訳さなくても、まあめちゃくちゃ簡単ですからね。この白い犬のアイコンが、まあプライマリーデバイス用のアイコンです。お使いのものが Windows なのか Mac なのか、うちはまあ Windows 持ってないんで Mac ですね。Mac のものをダウンロードして、アプリケーションフォルダにドラッグ&ドロップする。それだけでございます。で、ステップ2は、セカンダリーデバイスの方ですね。の、これは黒い犬の鉢巻きを締めたものですね。で、この場合は、Mac to Mac なのか、Mac to iPad なのかっていうことで選べますんで、iPad は iPad で、Mac は Mac で別で、ダウンロードしていただく形になりますね。で、iMac、はまあこちらの方のサイトから撮ったんですけど、 iPad の場合は App Store でもね撮れるんで、まあめんどくさい方は App Store で iPad の場合撮っていただいた方がいいかなと思います。 iPad でも試してみましたけど、Wi-Fi 接続になりますけどね、うん、まあまあ実用的なスピードでございます。
昔買ったデュエットとかいうのかな、うん、なんか今はなんかサブスクみたいになっちゃったらしいんだけど、俺は買い切りでなんか買ったような気がするんだけど、買ったけどあんま使わなかったけどね、うん、このドングルを指しますと、オープンルナオンユア iPad オアセカンダリー Mac ということで、接続方法を聞いてきます。これ日本語なんだよね、うん、でこれをクリックします。そうすると Wi-Fi で接続しますか USB で接続しますかって形で聞かれてくるんで、もうサンダーボルト3でこうつなげないときはこの Wi-Fi 同じローカルのところで自動接続するって形なんですけども、ルナディスプレイのね、セカンダリーの方をね、立ち上げてみたいと思います。そうするとこういう黒い画面に切り替わりますんで、そうするともうこう勝手につながって勝手につながってますね。サンダーボルト右側のところですね、ルナディスプレイセッティングのところがサンダーボルトのマークがついてますので、もうサンダーボルトにつながってます。でセカンダリーの方、こちらの方はですね、iMac の方は非レティーナ、レティーナレゾリューションディサブレッドエネーブルドっていう、まあこれ目玉にこう斜線が入ってるんだけど、これ斜線レティーナじゃないんですよね。でもレティーナじゃなくても多分これでどれぐらいの解像度があるのか知らんけど、まあフル HD ぐらいはあるんだと思うよ、ね、うん。でここのルナディスプレイセッティングのところにレフトとライトがありますんで、まあ私の家ではその MacBook Pro は左に置いてあって iMac は右に置いてあるんで、今こういう状態でやってます。カスタムっていうのはね、カスタム、あーこれはですね、ミラーリングだとか、まあ、要は同じ画面を映すのか、あとは解像度ですよね、こっちのセカンダリーとかプライマリーのね、それのセッティングです。これはお好みに応じてやっていただくといいんですけれども、急になんかね細かい文字になったりとかしてちょっと難しい部分があるんですけど、でデュアルディスプレイ環境ね実現してますんで、このマウスポインターはもうちょっとやればもちろんセカンダリーディスプレイの方に入ります。まあレティーナ切ると非常に滑らかですよね。これ今マジックマウス、 iMac のマジックマウスで動かしてますけど、これなら全然問題ないんですけど、これがレティーナにしちゃうと、じゃどれぐらいカクつくんかと、結構カクつくんだよね、うん、こんぐらいカクつくんですよ、うん、なんかこう 45Hz ぐらい、うん、120Hz じゃないんだね、これね。うん、まあ、60Hz じゃないんだよ。だから、これは、もう、ちょっと、実用上はこれ切って使った方がいいのかな。で、やめるときですね。やめるときが結構面白くて、まあ、このマウスポインターがある方に、キーボードが使えるようになります。だから、キーボードも一つで済みますんで、キーボード、マウス一つで済みますんで、まあ、非常に簡単、楽ちんなんですよね、その編集作業が。一応 US キーボードにしたんですけど、まだ慣れてなくて、やっぱ JIS キーボードの方が、多少この配置ね、オプションとかコマンドとかリターンキーの大きさだとか、うん、その辺がなんかやっぱ使いやすいし、英数とカナの切り替えはやっぱこっちの方が使いやすい。ということで、まあ、とりあえずこれを解除する方法は簡単です。iMac 側に持ってきて、まあ、セカンダリー側に持ってきて、エスケープキーを長押ししてください。そうすると、アニメーションで目が閉じるようなものになってきます。こんな感じね。はい。ルナディスプレイが終わりました。で、まあ、ルナディスプレイの他にね、なんだこれは。テレポートっていうね、ソフトも、ダウンロードしてある、インストールしてあるんで、マウスはこっち行ったり来たりできるようになってるんですよ。でこの場合だと、全然、デュアルディスプレイではないんですけど、1台のキーボードとマウスで、どっちか操作できるんで、これまた便利なんですよ。だからディスプレイは別々で、コンピューターも別々でいいや。だけど、手元にある
マジックキーボードとマジックマウスを使いたいということであれば、テレポートで、っていうこのね、アプリですけどね、を使うのもありだと思います。こちらの方は無料で使えるんで、おすすめですよね。二台持ちの方はね、ぜひ使ってみてください。で、こんな感じでね、切ると、接続方法の画面にまた戻るんで、まあ、終わったら、まあ、これ、切っていただければ、終了しちゃってもね、終了して、いただければもう普通の状態に戻ります。まあ、というわけでちょっとね取り留めもない話になりましたが、一応ねこのルナディスプレイをね買ってね、iMac に外付けディスプレイの代わりとして使ってみたというね、ただそれだけの動画でございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。よぴでした。さよなら。次回はですね、MacBook Pro のね使用感のレビューにねやっていきたいなと思います。それでは皆さん、さよなら。